この話は私が結婚してしばらくして起きた話です。家族のために耐えてきた生活に大きな落とし穴があったことに気づかず、私は落ちるところまで落ちました。そして家庭は崩壊し、実家にも戻れず、今では自ら望んで夜の世界に身を置いています。お姉さん、ちょっといい？なんだよ。何ですか？何だと思う？俺、何もしてないですよ。そうか。じゃあ、さっきの女、なんだ？さっきの？散らばっくれんなよ。ホテルで彼女と出口って別れるか、普通。てか、関係ないでしょ。なんであんたにそんなこと言わなきゃいけないんですか？関係ない。それがあるんだな、これが。売春防止法って知ってる？え？本当に彼女だったら問題ないけど、あれがもし売春婦だったとしたら、俺はお前を逮捕しなくちゃいけない。さらに彼女だってお前は嘘をついちゃった。偽証罪っていうのも視野に入れないとな。俺知らないです。どの女ですか？知らないか。なんだよ、なんだよ。俺が何の証拠もなくこんなこと言ってると思ってるのか？すいません。すいませんか。裁判でそう言えよ。バレないと思って最初は嘘をついたけど、証拠が出てきて逃げられないんですいませんって。本当にすいません。初めて会った女なんです。出会い系で募集してたんで、ついつい。出会い系か。はい。あの女、どのサイトで何て名前だ？ラッキーメールのアイラって女です。おい、お前素直だから今日は見逃してやるよ。本当ですか？早く行け。ありがとうございます。バカだな。あの、なんだ。美佐子のことで少し病院に連れて行きたいんですけど、お金をいただけませんか？生活費は毎月渡してあるだろう。でも最近あの子すぐぐずっちゃって、よくお医者さんに連れて行ってるから。僕の計算では今月の分はまだ2万ほど残ってるはずだけど、君の買い物が下手なんじゃないか？それとも何かに使い込んでるとか？そんな、ただ普通の生活をしているだけです。普通の生活をする金も稼げない亭主だと言いたいのか？そんなことはありません。妻なら妻らしく気持ちよく夫を見送れないものかね。
すいません。不愉快だよ。もしもし、お母さん。悪いんだけど、今日も美沙子を預かってくれない？お昼ごろお母様からお電話があって、おじ様の参加駅どうするんだっておっしゃってましたけど。今日ね、美沙子を病院に連れて行った帰りに公園に寄ったら、美沙子に新しいお友達ができたんですよ。マナちゃんって言って、結構ご近所に住んでるんですって。今度のお休み、美沙子を連れて3人でマナちゃんに会いに行きませんか？やりくりは妻の仕事だ。金が欲しければそこらから出てくると思ったら大間違いだよ。風呂。すごい綺麗だね。ドブスが来たらどうしようかと思ったよ。ありがとうございます。いや、この前会った女なんかさ、モンスターみたいでさ、もう最初から最後まで全然テンション上がらなかったもんね。あ、お金先にもらってもいいですか？あ、そうだよね、お金ね。で、あの、いくらで何ができるんだっけ？ゴムありで第2です。ホテルはそちら持ちでしょ？なるほど。ただあの第2っていうのは何？はあ、いやだ、もう何言ってるんですか。
ふざけてるなら帰りますから。いや、ふざけてない。ちょっと、ごめん。俺、そういうのが好きなの。そういうの？ほら、口に出して今からいくらで何ができますって言ってもらえると興奮する。やだ、そういうの興奮するんですね。そうなの。だから言って。わかりました。2万円払ってくれたらセックスができます。コンドームはありです。これで満足ですか？大満足。何すんの？写真は聞いてない。ちょっと出して。売春防止法違反であなたを逮捕します。身分証出して。ちょっとどういうこと？どういうことって、日本じゃお金もらってセックスするのは犯罪なの。知らなかった？どういうこと？あんた警察なの？そんなの卑怯でしょ。何とでも言いなよ。話は署で聞くから。私何も知らないから。逃げてもいいんだよ。でも携帯の通信履歴であんたの身元なんかすぐに割り出せるんだから。家で家族といる時に捕まれたい？証拠は揃ってるから逃げて罪を重くするのは賢くないと思うけどな。まあ 2,3 日で行くから待っててよ。お願い、見逃して。私だって好きでこんなことしてるわけじゃないの。子供がいて、旦那が治療費をくれなくて。子供に旦那。はあ。最近の主婦はすごいね。本当に困るの。お願い、なんとかして。できるでしょ。お それは方法がないってわけじゃないけど。お願い、何でもするから。何でもする。何でもする？売春ってのはお金が発生するから売春なんだよ。俺たちは出会い系で出会って、その場で恋に落ちた。もちろん恋人同士お金なんか発生しないし、こうすればみんな幸せじゃないか。ずっとあんたに目をつけてたんだよ。あんたみたいな女とただで一発やりたいって。お金に困ってるんならもっと安全に稼げるとこ紹介するよ。その方が奥さんもいいでしょ。もういいや。私もういいや。そんな処女みたいなこと言わずに。これまで金でいろんな男とやってきたんでしょう。だから何？私も嫌だから。嫌か。こっちにはボイスレコーダーと写真があるのを忘れた。いつだってあんたなんか逮捕できるんだから。そんな話が違うでしょ。俺は警察だよ。この世の悪は見逃さないたちなんだね。
何が警察よ。この卑怯者。また連絡するよ。ホテル代はよろしく。マジ最悪だった、そう変なプレイばっかなんか嫌な気持ちくるし、もうマジ店長に似ててマジ最悪、マジ嫌だ、マジあいつクソなんだけど、死んって感じ、ありえない。ほのかさん、ご指名入りましたよ。丸山町の方までお願いします。はい、あいつどう？いやー、ほのかさん評判いいんですよ。顔も可愛いし、スタイルだっていいし、何よりも人妻という名のブランドが使えますからね。今日も指名だけで予約いっぱいですよ。それ儲かってるだろ、お前。おかげさまで。はい、これ上出来だ。お前が儲かって嬉しいよ。こういう商売は持ちつ持たれてたからな。そういうお前んとこ女足りてるか。足りなくなったらいつでも紹介するぞ。本当ですか？他にもまだ囲ってる女いるんだったら、ぜひともあと何人かお願いしますよ。いやー、さすがですね。一体これどっから引っ張っていくんですか？企業秘密だよ。じゃあな。